子供たちのために未来の歌を歌いましょうかね。怒ることはたくさんあるかもしれないけど、それでもなんだろうな、怒ることは別に悪いことではないけど、きっとその先を見続けることはすごいいいことだと思ってます。自分が子供の時を思い出しながら接していきたいと思っています。